おいおい何言ってんだよパーロ、こんな夜中に行くことねえだろ。アキシさんカメラ回ってますよ。ああ本当だ、皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日もアニレボやっていきましょう。どうやら無事ワープできたようですね。ああそうだな、ここがその急降車か。やっぱりなんだかちょっと不気味なところだな。わがまま言わないでください、アキさん。私たちはどうしてもこの急降車に来る必要があるんです。なんだか怖くなってきたな。ああ、やっぱり用事を思い出した、パロ。お前にもう任せた。何言ってるんですか、もうこの人は。この急降車のどこかに私たちが探しているお宝があるらしいんですよ。なんでこんな急降車にあるんだ。お宝なんかいらないからさ、この気味悪いところから早く脱出しようぜ。あのお宝がどうしても必要なんですよ。どうやらここには怪物がいるようなんですよ。でもアキシさんと一緒ならきっと行けるような気がするんです。でアキシさん、だから俺は用事があるんだってパロ君。もう帰ろうとしないでくださいよ。ほら、アキシさん、早く行きますよ。おい、押すな、押すな、押すな、もう。わかったよ。っていうか、パロ、これ、急降車なのか？なんかすごい迷路っぽいけど。確かに変わった学校ですね。絶対学校じゃないだろう。こんなところに何があるって言うんだって。おい、なんかいるぞ。おーい、なんだよ、今の声。今、確かに誰かいたよな。誰もいない。確かに何か笑い声のようなものが聞こえましたね。あー終わった、怖すぎる。あーアキシさんが白目に。確かにまあ怖いですけど、ロボットのお前が怖がるな。一体何なんだよここは。よ皆さん、学生証を持たない方は廊下を歩かないでくださいね。学生証がないと大変なことになってしまいますわよ。おい、ここって廃校だよな。なんでアナウンスが流れるんだ？まさか。まさか、噂に聞く怪物ですかね？だから俺は帰りたかったんだよ。アキさんも怪物みたいな顔になってますよ。冗談じゃねえ。俺はやっぱ帰るぞ、パロ。もうこんなところで、ギャー！あれ、アキさんじゃないですか。大胆な、ビリーさん、なぜこんなところに？いやなんだかね、みんなでお散歩をしていたら、ドワー、アキさんの悲鳴が聞こえたんですよ。これは一大事かもしれません。行きますよ、大胆なビリーたち。ビリーが先導します。なるほど、それで大胆なビリーさん、みんなでこの世界に来たというわけですね。そうです。大胆なビリーたちとって、お前一人しかいねえじゃねえか。他のやつらはどうしたんだ？それが見当たらないんですよ。くそ、大人数で行けば怖くないと思ったのに。お前一人か。行方不明のビリーさんもついでに探さなきゃいけないですね。そうしてもらえるとありがたいです。僕は幸いにも怖いことには慣れているので、何が出てきてもへっちゃらですよ。それは心強いですね。ギャー、助けて。おや、今の悲鳴は仲間かもしれません。行ってみましょう。こっちの方から悲鳴が聞かれたぞ。お、大胆なビリーが倒れてる。おい、大丈夫か。あれ、アキさんですか。おい、しっかりしろ。何があったんだ。早く帰った方がいいです、早く。え、お前一体何にやられたんだよ。またあの声だ。おい、パロ合体するぞ。怖い、怖いですからね。スーパーパロアキシ、これでちょっと怖さが和らいだな。そうですね。あと何人のビリーさんが近くにいるんでしょうか。5人で来たんですけど、あと3人のビリーがいるはずです。これはお宝どころじゃなくなってきたぞパロ。生きて出れるのか。本当にそうですね。ところでアキシさん、帰り道覚えてますか。ああそういえば、叫び声を追って無我夢中で走ってきたから、どっから来たか分かんなくなっちゃったよ。いやー、私もです。あー終わったな。俺たちは宝物を見つけるどころか、こっから生きて帰れねえかもしれねえ。なんということですか。おいパロ、そもそもお前が変なところに行こうって言うから。初めはアキシさんもノリノリだったじゃないですか。そう、何を言うか。だから俺は反対だったんだ。お金が必要だと言ったのはアキシさんですよ。ちょっと喧嘩しないでくださいよ。まあとにかく僕は平常心を保っておりますので、アイアンハートビリーと呼んでください。さあ行きましょう、僕が先導します。おお、なんだか今日は心強いな。頼むぞビリー。とは言ったものの、まるで迷路ですね。一体どこが出口やら。あれ、あんまり頼りにならないですね。あなたたち、何しにここに来たの？どう見てもあなたは生徒じゃないわね。あのー、
僕たち道に迷っちゃって出られなくて困ってるんですけど、いやそれよりもとっても可愛いですね。僕たちとデートしませんか？あら、デートなんて何十年ぶりかしら。とってもおまけな学生さんたちね。ところで、学生証持ってる？学生証って何ですか？大胆なビリー D、多分生徒手帳のことですよ。そうそう、生徒手帳よ。もちろん、持ってるわよね。ええ、もちろん。懐かしいな。20年前は持っていましたよ。今は持ってないですけどね。あら、じゃああなたたち、ここの学生じゃないみたいね。いや、もうそんなのどうだっていいじゃないですか。早くデートしましょうよ。ここの生徒じゃない。ここの生徒じゃない。え？ちょっとちょっと、ねえ、やめて。いやあきさん、エリさん、手を持って。ああ、間違いねえ。他の大胆なビリー2人分の声が聞こえたぞ。アキさん、一体どうなってるんですか？僕も上に上がりたいです。アキさん、なんでジェットパックの燃料を満タンにしてこないんですか？しょうがねえだろ。今、金欠なんだから。お宝をゲットして、そのお宝を売って、資金稼ぎのために来てたのに。皆さん、生徒手帳を持っていない不法侵入者がどうやらこの学校にいるようです。生徒の皆さんは気をつけてくださいね。侵入者がいた場合はディライト先生まで教えてね。侵入者を排除しなきゃいけないから。ああ、やばいぞ。なんかもうちょっと進んだところから悲鳴が聞こえたよな。ええ、すぐ先のようでした。ここで降りるしかないようですね。よいしょっと、行って。ああ、ジェットパックの燃料さえあれば。おい、ビリー、どっかにジェットパックの燃料に使えそうなものはなかったか？そんなものはありませんよ。まあ、そうですよね。おや、あのお方は、先ほどから美しい声で館内放送をしていた女性じゃないですか。すいません、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、大胆なビリーと申します。ギャー、何をするんですか？ 4 人目。まだ部外者がどこかにいるみたいね。アキシさん、そんなにくっつかないでください。ビリーさん、よく平気でいられますね。 お前、仲間がもう4人もやられてんだぞ。お前が最後のビリーだぞ。仲間を助けないと。そうですね、僕がリーダーですからしっかりしなきゃいけません。おや、アキシさん、ちょうどよかった。すぐそこに可愛らしい女性がいますので、あの方にお話を聞いてみましょう。おい、ビリー、あれってよ、ちげえって、あれって。アキシさん、あれって、ああ、見覚えがある、あの後ろ姿は。すいません、そこの可愛い子ちゃん、僕とデートしましょう。おい、ビリー、逃げるぞ。デートなんか無理だ、あいつと。あなたたち、持ってるかしら。何をですか？とぼけないで。さっきから聞いてるでしょ。学生証を提示しなさい。持ってないわけないわよね。ギャー、出たー、ミスディライトだ。あの、学生証は持ってないんですけど。おい、ビリー、ああ、やられた、ビリー。うわあ、追ってくるぞ。逃げろ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 。ああ、こうやってる隙に動くんだったっけ。ミスディライト、ちょっと怖すぎる。おー、来た。ああ、でも検索通りだ。ミスディライトを見つめ続ければ追ってこない。でもこのまま逃げるわけにはいかねえぞ。ああ、うわー、追ってくるぞ。ああ、やべやべやべ。なぜこんなところにミスディライトが。おい、怖すぎるだろ。早く逃げるぞ。足がもつれる。いや、怖すぎる。逃げられるのか、これ。もうそろそろ追いつかれるんじゃないか。うわー、来たー。あー、止まった。よし、今のうちに逃げるぞ。あー、怖すぎる。あー、怖え。アキさん、老坊です。後ろを見てください。え、後ろ。あー、どうやらあちらにゲート反応があります。あっちに行ったらゲートがあるってことだよな。でもこれ、逃げ切れんのか。あー、追いつかれる。カジマドマカジマ、あったぞ、ゲートだ。今全速力で走ったからミスディライトも、あー、よかった、引き離したぞ。あー、怖ー、もうやだ。あ、クソ、あ、やばい、草が絡まって。あー、ちょいちょいちょい、いやいや、あー、近づいてくる。どうにかこの草取れねえか。クソ、取れろ取れろ。あー、近づいてくる。逃がさないわ。学生証を早く出しなさい。クソ、学生証なんて持ってねえよ。おー、いやー、来た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 。クソ、なんてこった、取れない取れない取れない。あ、取れた。あ、危ねえ、間一髪だったな。
鉛筆って結構痛いのよね。そんなの言われなくても分かってるよ。もうちょっとでゲートなんだけどな。アキさん、全速力であのゲートをくぐりましょう。あ、パロ、振り向いて一気に全速力でダッシュだ。逃がさない、逃がさないわ。クソ、振り向いて全速ダッシュだ。うおー、クソが邪魔だ。クソ、あ、来た。あ、定期的に振り返りたい。あー、怖すぎる。あ、よし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 、最後だ最後だ。よし、もうちょっとだ。うおー、よーし、残念だったな、ミスディライト。あーだよー。逃がさない、逃がさない、逃がさないって言ったって、お前の足じゃもう、あれ、見てるのに、見てるのに、あれ、最後めちゃめちゃ速くない？ダバよー。なんとか逃げ切るな。逃がしてしまったようね。でも必ずあなたを追いかけるわ。次こそはお仕置きをしなきゃね。冗談じゃねえぜ、まったく。なんで最後ワープしたかのように速えんだよ。早く騙されるところでしたね。足が遅いのは演技だったということですか？わからねえ。とりあえず帰ってこれてよかった。あー、まったく冗談じゃねえぜ。あー、ヤキシさんたち。あれ、大胆なビリー、やられたんじゃなかったのか？どうやらリスポーンはこっちの世界でしたみたいです。あ、そうか。おかしいですね。なぜ向こうのパラレルワールドでリスポーンしないのでしょうか？おい、パロ、もしかして。あ、アキシさん。